ネットビジネスについて簡単にちょっとだけ詳しく解説します。はい、こんにちは、ハチノです。今回からですね、ネットビジネスについて何回かに分けてね、解説していこうと思います。で、ネットビジネスなんですけど、まずネットビジネスって何ぞやというところからですね。で、ネットビジネスとは、インターネットとパソコン、もしくはスマホがあれば、できるビジネスという定義をさせていただきます。はい。でね、実店舗がなくても始められるというところが一番ね、ビジネスとして取り掛かりやすいところかなと思います。で、ジャンルによってはね、本当に物がなくても、ビジネスできますし、もしくはね、あと原価を全くかけずに、ゼロから始められるというところが、ネットビジネスの、最大のメリットかなと思います。はい。で、一方でですね、やっぱりネットビジネスって、結構ね、皆さんやっぱり怪しいって思っている方、ね、今はもう全然平気だよっていう方も、最初はね、やっぱり怪しいとかっていうイメージがあったのではないかと思います。私自身、やっぱりね、そうでした。最初はかなり怪しいと思って、ね、なかなかこう、踏み込めなかったっていうか、近寄りがたかったところですね。はい。で、じゃあなぜ怪しいのかというところですね。ここをちょっとね、軽く深掘りしてみました。はい。で、人間ってね、防衛本能がやっぱり皆さんそれぞれあって、やっぱり生命の危険とかね、そういうものに対して防衛本能が働くと。なので、わからないものには基本的にはこう近づかないようにね、人間の防衛本能が働くようにできてます。だからね、ネットビジネスなんで、怪しいかっていうと、やっぱりですね、分かりきってるものってね、逆に言うと怖くないですし、怪しくないし、平気ですよね。だから友達とかでもね、多分一番最初って、いきなりね、その日からなんか友達っていうのを、子供だったらまた別ですけれども、やっぱりね、この人どっから来たんだろうとかね、何してる人だろうとか、皆さんね、それはやっぱり会話とか全然してない状態だと、やっぱりわからないので、やっぱり、怖いってことはないと思いますけど、人だったら、ね、ちょっと怪しいっていうか、どうなんだろうって思いますよね。でも、こう、ね、一度会話して、どこどこ出身ですよとか、何やってる人ですよとか言うと、安心して、もう怖くないですよね。もう平気ですよね。もうそういう感じで、結局わからないから、ね、怪しい、怖い、っていう風になっちゃうので、ね、それが何なのかというものをしっかりと理解すれば、怖くなくなりますよね。だからネットビジネスも、多分皆さん怪しいとか怖いって思ってる人っていうのは、多分よくわからないから、やっぱり怪しいって思ってるんじゃないかなと思います。なので、今回はね、ネットビジネスについてきちんとね、理解、概要をね、どんなものなんだろうっていうね、概要をしっかりね、理解していただければと思い、動画を撮りました。はい。ね、なので、ネットビジネスについて、簡単にね、あんまりこう、細かいこと言ってもしょうがないんで、ざっくりとこう、概要がわかるように、簡単に、ただ、ここはポイントだよっていうところは、ちょっとだけ詳しくね、解説していこうと思います。はい。でね、もう一度、定義を確認しますけれども、インターネットとね、パソコンとスマホがあればできるビジネスが、いわゆるネットビジネスですよと。で、例えばね、これから詳しく説明はしていくんですけれども、パッとね、ネットビジネスって聞いて思い浮かぶの何ですかっていうと、大体アフィリエイトとかね、転売とか、あとは情報商材の販売とかですね。で、他にもですね、インターネットと、パソコン、スマホでできるビジネスっていうとね、楽天とかね、あとはその店舗のオンラインショップとかも、一応そのインターネットの中で、行われているビジネスですよね。で、一応これらのね、インターネットっていうくくりで言うと一緒なんですけども、やっぱりね、ネットビジネス、いわゆるネットビジネスっていうと、どちらかというと、この上の方のね、アフィリエイト、転売、情報商材販売とか、こういうのをね、いわゆるネットビジネスと
というのかなと思います。で、一方でね、楽天とか、あとは店舗のオンラインショップ、例えばね、ビッグカメラとかでもね、店舗があって、で、インターネットの中にもやっぱりショップありますよね、通販ショップ。まあ、そういったところですね。で、そういったところってどちらかというと、e コマースビジネスという言い方をします。で、結構ね、難しいのがっていうか、混乱するのが、Amazon で、Amazon ってこうね、店舗が Amazon に出店しているところもあれば、やっぱりね、転売とかで個人がね、転売目的でこう、個人サイトを立ち上げてみたいな感じのところもあるので、Amazon とか結構、Amazon とかあとはね、そうですね、ヤフオクとかもそうですよね、店舗が入ってきたり、個人が入ってきたり、メルカリとかも多分そうだと思います。はい。なので、その辺、結構線引きが難しいんですけれども、基本的にはね、e コマースとネットビジネス。ネットビジネスの中に e コマースは含まれるんですけれども、まあ、いわゆるね、我々がこう、普段会話しているネットビジネスっていうのと、あと店舗型のものは、ね、店舗のオンラインショップっていうものは e コマースというふうに分けて、言葉を使い分けていると思います。はい。なのでね、今回はね、いわゆるネットビジネス、アフィリエイト、転売、情報商材販売、YouTube、クラウドソーシング、ポイントサイト、あとは電子書籍とか MLM ビジネスね。こういったものをネットビジネスとして取り上げて、詳しく解説していこうと思います。はい。でね、今回はちょっとね、長くなっちゃうんで、ここまでとして、まあ、次回からね、一つ一つ、簡単に、かつ、ポイントを押さえるべきポイントは、ちょっとだけ詳しくね、解説していこうと思います。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではお得な情報や役に立つ情報をお届けしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。ご質問やリクエストがあれば LINE アットからお願いします。